はじめまして、ライオン帝国と、ルーマシアソビエトです。始まりました、カントリーボール解説。その第1回目は、我々の解説です。ま、みんな、まだ俺たちのことわからないからな。ただ、すべて通すと歴代国家ぐらいの長さになってしまうため、前後半に分けます。前半は、私ライオン帝国の解説です。ってことで、早速解説していくぞ。これは、ライオン帝国の国旗だ。ライオン帝国の正式名称は、祖国ドイツのための救国軍事政府。この名から察する通り、軍人が政治を率いる軍事政権だ。軍事政権は短命。はっきりわかんだね。時は、2026年。ドイツは未曾有の危機に陥っていた。例の感染症が収束したが、ドイツ首相アルミン・ラシェットはドイツ経済の立て直しに失敗。ドイツは、まるでアイマールの時のように失業者が大量発生した。しかし、政府はなかなか対策をしなかったため、経済は疲弊。ドイツの主要産業である自動車も、部品工場がある中国が戦争状態のため、輸入できず、ドイツ経済は破綻した。そうした中、国民はランダム派へと流れていく。またクソファシストかよ。極右の波はドイツ連邦軍にも来て、ドイツ連邦軍内からは、武装蜂起を、という声が聞こえてきた。そうしてドイツ連邦軍総監である、エーベルハルト・チョルンは、ドイツ国内の全軍に武装蜂起を呼びかけた。ドイツ史上2回目の軍事政権。こうして、チョルンは、祖国ドイツのための救国軍事政府、の誕生を宣言。全ドイツ国民が歓喜した。では、ここからはライオン帝国の基本情報を見てみよう。改めて、祖国ドイツのための救国軍事政府はライオン帝国と呼ばれている。これは実は、極右政党と敵対するキリスト教民主同盟が付けた名前なのだ。そのことを聞かれた政府報道官は、そのことは承知している。確かにその国名は合っている。新ドイツ憲法には、我が国から第一、二、三帝国の秩序を正統的に唯一継承している国家である、と書かれている。と、このように話したため、我が国の省略名称はライオン帝国となった。ちなみに、第三帝国は、政府からは正式な省略名称じゃないって言われている。お次は、我が国の国旗国家国章を紹介する。国旗を紹介する前に国章を紹介しよう。この国章は正式名称、国防軍の鷹、と呼ばれる。この国章の構成は、真ん中にサポーターのライスアドラー。このライスアドラーが掴んでいるのは、ドイツ国防軍の紋章だ。後ろには、月桂冠。月桂冠はローマでは、勝利者の証として捧げられる。ライオン帝国は、ライオンのローマだった。お次は、国旗だ。この国旗の正式名称は、ドイツ国民の戦闘機。実は、この旗は戦闘機なのが、この旗の構成は、ほぼ真ん中に国章。そして、黒の十字にドイツ国防軍最高紋章、鉄十字、がある。お次は領土だ。我々の領土はドイツとオーストリアによって構成される。オーストリアは旧ドイツと同じく経済が破綻していたため、ライオン帝国がアンシュルスを提案。オーストリアが了承したため、約80年ぶりに我が祖国に帰ってきたのだ。しかし、新ドイツ憲法の領土規定には、我が祖国、ドイツのための中国軍事政府の領土は、第三帝国の領土をほぼ受け継ぎ、さらには、ドイツ語が鳴り響く地域も、すべて統一する。なお、ドイツ人が少数派だが、定住しているポーランド、カレー、ワロン、デンマークは保護国と。と、このように書かれている。そして、その続きに、さらに、ドイツ国民の生活を養うためには、第二帝国が構想していた、ミッテルアフリカを構築する、必要がある。なお、ミッテルアフリカを実現できた場合、この表記を改正。つまり、
第二帝国第三帝国が構想していたようのわらへ。さらにはドイツ語圏の統一を目指すの側が第四帝国の目指す構想である。軍政じゃなくて帝国主義やん。どうしてくれんのこれ。次は第四帝国の後帝国が、実は第四帝国では銃を廃止し、再び両方国家を復活させたのが、第四帝国を率いる主要両方五大国は、プロイセン軍政国、バイエルン義勇国、ハノワー軍政国、ユルテンベルク軍政国、ザクセン義勇国である。なぜ、両方国家を復活させたかというと、実はドイツ連邦軍放棄の前の2025年、バイエルン人の放棄、第二次ミュンヘン一揆が起きていたのが、この前年、スコットランド独立に乗じた波がドイツにも来ていたのが、この一揆はドイツ連邦軍が対処したが、これによりドイツの地域主義に火がつき、旧ドイツ経済の破綻の理由の一つにもなった。こうしたこともあり、両方国家は復活したのが、もちろん、我が国が目指す理想領土にも両方を作る。この両方案は、第二帝国の両方とオーストリア帝官領の両方、スイス、ネーデルラント、ベルギエンを合わせた両方である。次は、国会が、我が国は軍事政権だが、実は政党政治をしている。第四帝国の国会は、ライヒスターク、帝国議会、の名を継承している。帝国議会は議員制で、国民議会と両方を議会によって構成される、議会議席を見ていこう。今回は影響力の多い国民議会だけとする。国民議会の議席は709議席で、任期は4年である。国民議会の政党は、与党、中国ドイツ民族同盟、220議席、ドイツ国家民主党、150議席、ドイツのための選択肢、70議席、ドイツ国家人民党、47議席、ドイツ社会主義帝国党、12議席。野党、連合党、CDU、CSU、45議席、ドイツ社会民主党、35議席、同盟通ず、緑の党、24議席、自由民主党、22議席。そして、無所属、39議席である、現在、国の緊急事態ということで、右派政党は大連立、中国戦士同盟、を作っている。また、野党では、連合党社会民主党、自由民主党による影の大連立、自由主義守護同盟、を作っている。次は、国家元首だ。第四帝国の国家元首は、大統領である。しかし、大統領は現在空席である。相当じゃないのか。あとそれになぜ空席なのか。まず、クルーラーの名称だが、実は新ドイツ憲法にはクルーラーが国家元首と書かれていた。しかし、ヴィンディクルーラーになるはずのチョルンがこの名義を消したのだ。なので、第四帝国の国家元首は、クルーラーとは呼ばれない。そして、チョルンは代わりにヴィンディ首相に就任した。そして、権力の強い大統領職は国難が終わった後の総選挙で決めることとした。チョルンは権力のためじゃなく、祖国のために国家元首になったのか。粛清ギギーよりもずっといい。さらに、チョルンは国難が終わった後、辞任すると声明を出したのだ。チョルンの軍事政権樹立も、国民の右派へと走ったためにしたことだ。チョルンは、国を立て直せば元の自由主義に国民が戻ると考えたためにこのクーデターを実行したのだ。成功すれば祖国の英雄、失敗すれば悪の独裁者となってしまう政策を。次は行政機関だ。第四帝国の行政機関は全23つある。この行政機関は23つの行政機関の中の一つ、首相府が総括する。では、ここからは第四帝国の行政機関を見ていこう。まずは、首相府だ。先ほども言った通り、その他の行政機関を統括する機関だ。次は、省庁だ。帝国外務省、帝国外務省、帝国軍事省、帝国軍需省、帝国内務省、帝国法務省、帝国経済省、帝国食糧農業省、
帝国帝神省、帝国労働省、帝国運輸省、帝国科学教育文化省、帝国厚生省、帝国建設省、帝国憲法擁護省、帝国秩序保安省、帝国情報局、帝国銀行本部が、最後は、保護国に駐在する政府行政機関が、帝国ポーランド総督府、帝国デーネマーク総督府、帝国アロニエン総督府、帝国カレー総督府が、最後は、境外が、旧ドイツ時代には、失業者が大量発生した。そこで第四帝国では、自動車から IT への転換を目指した。結果、この政策は成功。第四帝国は飛躍的な経済成長をした。IT 分野の成長の影響で、第四帝国の経済中心地、フランクフルトは再開発が進んでいる。また、新しい IT 中心地の開発も進んでいる。また、近年再び北海で油田が発見された。この油田が第四帝国に近いということで、第四帝国では石油産業が開始された。さらに、備忘領土の中にも油田がたくさんあるので、石油産業の発展が期待されている。以上、我が第四帝国の紹介だ。最後に第四帝国の今後について話そう。第四帝国の今後の路線については、3つある。1つは、発展する自由なる祖国。ルートだ。このルートは先ほども言った通り、チョルンの考えるルートだ。国民は一時的に右派へと走っていたが、それは経済が破綻したためであって、経済が復活すれば国民は自由主義へと戻るというチョルンの考えを支持している人々が目指すルートである。二つは、永遠のミレニウムライフルートだ。第三帝国が目指した神の国である千年帝国を、第四帝国でも目指すというルートだ。もともとはキリスト教の聖書に書かれていた千年帝国説が、うまくアーリアン学説とつながったために第三帝国が積極的に宣伝したのが千年帝国だ。このルートは、極右政党が唱えているルートだ。三つは、決しても消えぬスパルタクス難の日、ルートだ。スパルタクス団とは、ドイツ共産党の前身である、アイマール初期の政治団体だ。第四帝国では、極右が台頭しているが同時に、極左も台頭している。そんな極左政党たちは、政党同盟、新スパルタクス団、を結成し、第二次ドイツ革命を起こそうと考えている。このルートは、極左政党から支持されている。ドイツも権力闘争が大変だなぁ。今後のドイツがどうなるのかは、誰にもわからない。ご視聴いただきありがとうございました。